雲部車塚古墳は、兵庫県丹波篠山市東本城にある古墳。形状は、前方公園墳。実際の被装者は明らかでないが、区内庁により、雲部両母参考地として、両母参考地に事情されている。丹波地方では、最大、兵庫県では、第2位の規模の古墳で、5世紀中央頃の築造と、推定される。丹波篠山市東部、 篠山盆地登園の亀岡盆地とつながる交通上の要衝に築造された大型前方公園墳である。車塚の名称は古墳両脇の倍長を車輪に見立てたことに由来する。未洞屈古墳で1896年に地元民により発掘された際に主体部と副葬品が判明したが1900年に宮内省により両母参考地に事情されたため、現在は 同庁の管理下にある。近年は、周には大部分において、数字の発掘調査が実施されたほか、2004年には、区内庁所領部により、噴級裾部の発掘調査が実施されている。噴形は、前方後円形で、主軸を、ほぼ東西都市前方部を東方に向ける。現在見られる噴級は2段で、噴級長140メートルを測るが、元は3段築成で、 噴球町は約158メートルと推定され、丹波地方では最大規模、兵庫県内では五色塚古墳に次ぐ第2位の規模になる。噴球表面では吹き石、埴輪が検出されている。また、噴球周囲には縦型の集合が巡らされており、その外側に周二渡り、外周口が認められているほか、外周域には倍長数期が存在した。 主体部の埋葬施設は縦穴式石室で内部に長持ち形石棺を据える。この石室は1896年の発掘で明らかとなり、石棺本体は開かれなかったが石棺周囲にあった多数の副葬品が記録され、一部は京都大学総合博物館で保管されている。ただしこの石室は公園部中央に位置しないことから他にも埋葬施設を持つ、 可能性が指摘される。この雲部車塚古墳は、出土派には、副葬品より、古墳時代中期の5世紀中頃の築造と推定される。被走者は明らかでないが、墳丘規模や長持ち形石管の存在から、山王権との密接な関係が指摘される。古墳の年代間からは、時期に大きな隔たりがあるものの、4、道将軍の一人として、 丹波に派遣されたという丹波同士部へに否定する説が知られる。噴球前傾右に前方部、左奥に後円部。古墳の規模は次の通り。噴球は2004年に区内庁によって裾部で発掘調査が実施されている。この調査で出土した吹石根石列の様子から従来噴球とされてきた水面上の2段は 本来の三段蓄生の第2.3段目であって、第1段目は集合内にあると判明した。蒸気の括弧内の数値は、噴球、第2段目の外形に基づき、第1段目の規模を仮定した場合の推定復元値になる。蒸気で復元された平面型は、前方部が広がる割に短いという特徴があり、この特徴は、本田五秒三古墳や小鍋古墳などと、 累示するが、作りではない。また、区内庁の調査により、墳丘表面には、円筒派には、継承派にはが並べられたことも明らかとなっている。墳丘周囲には、縦型集合が巡らされ、集合内には現在までに、西渡し土帝、東渡る土帝が設けられている。この集合のうち、東堀、西堀、南号は、女王明暦年間に埋め立てられ伝授化したが、 1903から1904年に復元された。集合の周囲にはほぼ左右対称の周二和帯と呼ばれる遺構があり、内北側では地割りとして明確に見られ、南側でも発掘調査によって判明している。周二和帯のさらに外側には外周孔が検出されたことから、この周二和帯は外帝、外周孔の後と推測される。なお紛糾下から、 南東側にかけての範囲には、方形集公墓や土工など、弥生時代の遺跡の分布が知られる。明治の発掘時の石棺図表後、県立高古博物館の展示パネルより、埋葬施設は縦穴式石室で、内部に組合式の長持ち形石棺が置かれている。この石室は1896年に発掘され、その様子が記録された。これによると石室は、 公園部分庁の中央やや南寄りに位置し、石室周囲には方形の埴輪列があった。石室は方形の割り湿みで、規模として長さ約5.2メートル、幅約1.5メートル、高さ約1.5メートルを測る。内壁には朱が塗られ、床面には白色の玉石が敷かれていた。石室中央に安置された石棺は長さ約2.1メートル。 幅約1メートル。外壁は無門で縄掛け突起を長辺角1個、短辺角2個の計6個有する。この石棺は開かれていないため内部は明らかでないが、石棺周囲には甲冑、刀剣など多数の副葬品が置かれていた。以上の石室、石棺、副葬品の様子は兵庫県立高古博物館において複製、展示されている。 なお、この縦穴式石室が公園部中央でなく南寄りに位置することから、室見や山古墳のように埋葬施設が複数ある可能性が指摘されている。1896年の石室の発掘では多数の副葬品が出土している。これらはいずれも考えのものとされ、その大部分は石室内に埋め戻されたが、一部が 京都大学総合博物館に保管されている。記録に見える副装品は次の通り、上記の他京都大学総合博物館では、バグ等も出土品として伝生していたが、これらが記録になく、年代も後世のものと見られるため、雲部車塚古墳の出土品とするには、慎重な見方が示されている。以上の副装品とは別の出土品として、2004年の 宮内庁による発掘調査では、噴球から、埴輪、水液が出土しており、この埴輪の変年による雲部車塚古墳の築造時期は、本田5五病古墳に、やや後続する頃と推定される。雲部車塚古墳の実際の被葬者は明らかでない。宮内庁では、被葬者を特に定めない、両母参考地に事情しているが、被葬候補者として、 開花天皇の孫にあたる丹波同氏名を挙げ、1958年の宮内庁の書類でも、四、道将軍である命としている。悲壮者論の経緯として、まず、江戸時代頃には本古墳を原始権の屋敷跡とする伝承があったが、その根拠は明らかでない。明治に入ると本古墳を皇族の墓とする説が生じ、その確認のため1896年に、 石室の発掘が実施された。そして1897年には、被装者を具体的に丹波道主名に否定する説が生じた。この丹波道主名は、日本書紀によれば、辻天皇の時に四未将軍の一人として丹波に派遣されたという人物になる。しかし1896年の発掘でも明らかとはならなかったため、さらに石棺を開いて調査することが提唱されたが、 宮内省が発掘を回避して1900年に、被葬者を特定しないまま両母山高地に自乗したことで、事態は決着した。なお、明治の当時には、新明山古墳を丹波道主名の墓に否定する説もあった。考古学的には、南川石室の被葬者は副装品の多様な部具の存在から男性と推測される。本古墳が5世紀中頃に突如出現する。 大型古墳である天や、機内大王墓に見られる長持ち形石棺を使用するなど大王墓と共通する確一性を持つ天から、山和王権と密接な関係を持ち王権から派遣された人物の可能性が推定される。ただし、上記の丹波道主名の場合、主人天皇の実在を仮定すると、丹波道主名の活躍時期は4世紀前半頃となり、 年代的には大きな隔たりが生じるため、否定的な見解が強い。雲部車塚古墳の周囲では、倍長数基の築造が知られ、打ち継ぎの三基が現存する。上記のほか絵図によれば車塚、鳥居塚二期、牛塚、各塚、あがた森塚があったという。雲部車塚古墳の築造以前の四世紀頃、丹波、 丹後全域での名手墳は、丹後三大古墳と称される、恵比寿山古墳、網野長子山古墳、新明山古墳が築造された丹後半島にあった。しかし、丹後の古墳は5世紀前半に規模を2分の1程度まで縮小し、代わって、篠山盆地に雲部車塚古墳が出現する。前期の網野長子山古墳は、先良山古墳と、相似型を、 梨崎政権とのつながりを示すことから、この名手墳の移動を4世紀末における、大和王権中枢の変遷と対応づける説がある。その他、古事記には、交渉天皇御子の天を歌い飛命の光栄として、滝心の記載があるが、その一族の名が、平安時代の文書に、丹波国の滝軍事として見えることから、地方豪族時代の滝氏と雲部車塚古墳と、 関連づける説もある。所在地関連施設周辺注釈出店。ありがとうございます。